はい、こんにちは、フラワーティスト慎です。今日はですね、このピンクの可愛いダリアを使ってお供えのアレンジメントを作っていきたいと思います。とってもエレガントで、とってもね素敵なアレンジメントに仕上げていきますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、まずね、このダリアを使ってアウトラインをね刺していきます。はい、ここでね、まず出来上がりのね高さを考えて、ダリアのね一番長いところのダリアの長さをね考えています。このダリアの長さでアレンジメントのね大きさが、まあ、ほぼ決まってくるので、まあ、ここはねもう刺すのは要注意ですね。はい、はい、次2本目のダリアを刺しました。ここで今花の形を整えましたね。これね、ダリアの花の形結構潰れてるものが多いんで、今みたいにそーっとね花びらをこう触って形を整えてあげると美しいアレンジメントを仕上げることができますね。はい、はい、またこのダリアとダリアの間にダリアをね刺していくような感じですね。ここ気をつけてください。こう描くように、このようにこう描くように刺していきます。はい、にして次のダリアはこの手前に行きますね。この反対側のところをこう描いてね、行くのかと思いきやと思ったと思うんですけど、このダリアのね本数によって、このダリアね5本しかなかったんで、外側のアウトラインをこのダリアだけで決めてしまうと、こう全体的なイメージをねつかむことができないので、1本は手前に刺しました。そして今ね刺したダリアは若干色がね違うんですけれども、これをミックスしていくことによって、アレンジメントのねフォルムをこう構成していきます。全体のね、今刺したダリアで奥行きが決まりました。はい、この辺りはねちょっとこう2つのダリアの構成の仕方っていうのをね考えて、まあこんな風になっていくんだなっていうような感じで見てくださると良いと思います。こうダリアが色違いで入ってるのが分かりますかね。はい、これでダリアのねアウトライン構成が出来上がりました。はい、ここで八重咲きのオリエンタルリリーを刺していきます。もちろんねダリアとダリアの間にうまく入るような感じで刺していきますね。でダリアよりちょっとねこう花が上に出るぐらい、そうするとこのユリが咲いてきた時に、全てが綺麗に、ね、収まっていきます。はい、ここでピンクのバラを刺しましたね。このようにちょっとね今度はダリアとかユリよりも輪がね小さいものを行えた間にこう構成をしていきます。はい、バラがね入ることによってよりエレガントさもね増していきますね。
はい、これでねダリアとダリアの間に全体的にねバラが入ってきました。はい、まだねバラが入りますね。そうですね、前側のこの辺りはバラがまだ入っていませんでしたね。はい、続きましてねドラセナで、ファンデーションワークをねしていきますね。はい、ドラセナですね、ドラセナはね1枚ずつパーツにしたドラセナをこのように刺してます。結構ねこのドラセナの刃先はアウトライン構成になりますので、入れる時にねあのアンバランスにならないように気をつけてくださいね。このドラセナはねファンデーションワークなんですけれども、刃先がね今言ったようにアウトラインに出てくるので、まあファンデーションワークをしながらもこのアウトライン構成をねあの担っていくというねあのそういう立ち位置にいます。で今ね全体的にこれをねこう入れていきますね。ですからこう花ダリアの下あたりにね、刃先が来るような感じで、構成がされてます。しばらくねドラセナが入っていく様子を、ご覧ください。はい、ここでねグニユーカリをね刺していきます。はい、こちらもグニユーカリですね。これは大胆に入れていきます。グニユーカリを入れる位置としては、まあ、ダリアからね枝先がちょっとねこう出るような感じでも大丈夫です。まあそういう風にすることによってこのアレンジメントによりこう動きしなやかさとかね柔らかさとかそういう、効果をねもたらすことに、もたらすことができます。まあグニユーカリとかこういうね葉先がこう柔らかい枝物とか葉物の、これが特性ということになりますね。はい、この各々のね花材の特性っていうのはそれぞれこうアレンジメントの中でアレンジメントを構成する中でねそれぞれの花材が力をこう発揮していってで一つのアレンジメントを構成していくんですね。ですから例えばその発揮する力を出す部分っていうのを我々がねアレンジする人たちがこうコントロールしていくんですけれどもそのコントロールの仕方を間違えるとちぐはぐなアレンジメントになってしまいますので、そこをね間違えないようにしっかりとね構成をしていきましょう。まあそういうね花材の特性一つ一つをこう覚えていくっていうのも、大事な我々の仕事の一つになります。
はい、これでね、ユーカリが、入れ終わりました。そしたらここでね、今度トルコヒヨをね刺していきます。全体的にこう雰囲気がね仕上がった中で、今度はこういうねふわふわとしたお花を入れて、さらにねここのアレンジメントの中に、柔らかさをね出していきます。今回のね動画ですけど、割とこう普段だとね、さっきの例えばユーカリ入れる部分とかドラセネ入れる部分は、少しこう時間を短縮して割愛することもあるんですけれども、なるべくね、そうしないで編集をしています。こうリアルタイムにね、どのようにこう葉っぱを入れていくかとか花を入れていくかを、皆さんにね、よりリアルにこう覚えてもらいたいからですね。はい、こうだんだんねトルコヒョウがこう一本一本入っていくと、こう柔らかさっていうかね、エレガントさがどんどんこう増していくのがねよくわかりますね。次はどこに入るかななんていうふうに思い浮かべながら見ていただけると、よりね勉強になるかと思います。はい、この同じねトルコヒョウをこう入れていくんでも、こう若干ねこうた高い部分っていうか、面に沿った部分に入れるトルコと、あと若干低めに入れてるところってあると思います。このね全部同じ面にベターっとこう、花をね揃えてしまうと、ちょっとねこう花がの雰囲気っていうのが全然出なくなっちゃうんですね。よく外人さんなんかやってるようなアレンジがそうなんですけれども、まあ、あれは全く雰囲気がありません。なのでこういうふうにちょっとしたねアップダウンをつけていくことで、お花のねこの雰囲気っていうものを出して、よりねこうレベルの高いねアレンジメントに仕上げていくことができます。はい、トルコヒョウが刺し終わりまして、次はね、キキョウランを刺していきますね。あ、まだトルコ刺してますね。まあ、アレンジメントってこういう風にちょっと足りない部分が出てくる、見つかる部分があるんで、それは少し補いながらね、前後しながらやっていくことはあります。はい。で、ここでキキョウランを入れて、こう、内に入るアクセントラインを今入れています。こうすることで、アレンジメントの中にねこうしなやかさをさらにこう増長させることができるんですね。まあこのアクセントラインのこうが入っていく様子を見ていてもらえれば、よくそういうその様子がね分かると思いますので、ちょっとご覧くださいませ。
はい、こちらで完成です。いかがでしょうか、素敵なアレンジメントに仕上がったと思います。ぜひね、この花の入れる順番とかね、このアップダウンの仕方とかアクセントラインの入れ方とかね、そのあたりをね、覚えてもらったらいいと思います。ではね、今日はこちらでこの動画を終了したいと思います。またね、素敵なアレンジや花束の作り方、そしてライブなんかもねやってきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。